トゥルイストニックが、どうすごかったのか、どうすごいのか、今の製品と何が違うのかっていうところまでですね、詳しく、お話しできればと思います。これですね、現在の製品ではやられていないポイント、いきなりですね、いきなりなんですけど、現在の製品ではないポイントでございまして、いらっしゃいませ、ギターバイヤーの増田です。今回ですね、トゥルーヒストニックでございます。ギブソンカスタムショップの、ラインナップ、長らくあったラインナップの中でもですね、少し特別な、評価を経ているかと思います。トゥルーヒストリックという製品についてですね、今回は詳細な解説をしたいと思います。はい、というわけで私ですね、こちらの YouTube だけじゃなくて、オンラインストアで販売だったりとか、そちらで委託販売、力を入れてやらせていただいております。あと最近メルマガも始めておりますので、興味あればそちらもですね、ご覧いただければと思います。あとですね、X とか各 SNS ですね、それもやらせていただいておりますので、よろしければそれぞれチェックしていただきましたら嬉しいです。というわけで、トゥルーヒストリックですね、こちらについて、今回解説したいと思います。はい、というわけでですね、今更聞けない、トゥルーヒストリックということでですね、こちらのですね、2015年当時の種類ございますけれども、こちらのですね、紹介されている内容をなぞらえながらですね、トゥルーヒストリックという製品を、今一度ですね、ちゃんと、理解しようじゃないですけれどね、トゥルーヒストリックが、どうすごかったのか、どうすごいのか、今の製品と何が違うのかっていうところまでですね、詳しく、お話しできればと思います。というわけで早速なんですけれども、こちらですね、まさに、トゥルーヒストリックの、こちらはですね、ゴールドトップのモデルで1957、レスポールですね。まあ、基本的にはですね、1959レスポール、1958レスポール、1957レスポール、あとは60レスポール、それぞれありますけれども、基本的にはですね、まあ、その59と57の違いっていうのはもちろんいろいろあるんですけれども、トゥルーヒストリックの特徴というのは、基本的に共通しております。でですね、こちらにも、ございます、そのですね、トゥルーヒストリックの、ならではの仕様というか、この当時のアップデート。なんですけれども、順番にですね、このトゥルーヒストリックのこだわりというところですね、見ていきますと、まずですね、ボディのトップのカービングですね、ダブルカーブドトップというふうに、呼んでおります。これですね、現在の製品ではやられていないポイント、いきなりですね、いきなりなんですけど、現在の製品ではないポイントでございまして、ダブルカーブという手法を用いてボディのトップのカーブを作っています。これどういうことかというとですね、一般的な逆に言うと、じゃあ今のやつどういうことなのかっていうと、今のやつは、一般って言うと、言ってしまえばシングルカービングですね。一回の削り出して、そのトップのカーブを作っているんですけれども、トゥルーヒストリックの時はですね、そのですね、オリジナルの59年製のレスポール、の、アーチ形状を再現するためにですね、あえてですね、2段階に分けて、削り出しを行うという方法を使っています。これをですね、ダブルカーブというふうに呼んでいるんですね。これはですね、基本的にトゥルーヒストリックの時だけに、行われていた特徴でございまして、現在の製品では基本的にはない仕様になっています。ただ、トゥルーヒストリック以降も、一部の製品で、オーダーで、ダブルカーブという、ことが、ね、選択できたりした時期もございましたので、完全にトゥルーだけっていうわけではないんですけれども、基本的には特別なものにしか使われていないというふうに思っていただいて差し支えないと思います。これがまずトゥルーヒストリックのポイントですね。そしてですね、各部分の接着の方法ですね。これもですね、トゥルーヒストリックの時にブラックシャープされたポイントの一つでございまして、いわゆる二皮接着、ハイドグルーという接着を、指板とネックの接着、およびネックとボディのジョイント、そしてボディのトップとバック、この接着の部分にですね、二皮接着を用いています。それ以前のヒストリックコレクションでは、ネックのジョイントまでだったりとか、指板とネックだけとかですね、限定的に使われていたんですけれども、トゥルーヒストリックからは、すべてですね、ボディのトップのバックの接着、まあ、要は大きな木部の接着というのをすべて、二皮で、ハイドグルーで行うっていう方法がですね、されております。これによってですね、やっぱり明らかに、生音の軽快さといいますか、キメの細かさ、みたいなのが出てきているんじゃないかなというふうに思います。非常にですね、音がこう繊細で、きめ細やかになるような、イメージが加わってくるかなっていうのが、二皮接着の特徴ですね。そしてですね、塗装ですね、塗装もですね、改められておりまして、一応ですね、塗装はですね、もともとラッカー塗装なんですけれども、この時に、ラッカーの塗料が改められてるっていうふうに、言われていますね。またですね、その塗装を吹き付ける回数だったりとか、その厚みっていうのも、かなり調整されております。さらにですね、その塗装の仕上げ方というのも、若干異なっておりまして、
それまではですね、一般的にその VOS っていうですね、塗装をくすませた状態で仕上げるというのが、デフォルトだったんですけれども、それに対してトゥルーヒストリックではヴィンテージクロスという仕上げになっているんですね。これじゃあ VOS とヴィンテージクロス具体的にどう違うのっていうと、 VOS というのはですね、コンセプトがございまして、長く、例えばケースの中にしまわれていて、経年変化して塗装がちょっと曇ってきたよみたいなのが、再現されているというのが VOS です。なので塗装面だけじゃなくて金属パーツもくすませてあるというのが、VOS の本来のコンセプトなんですね。それに対してトゥルーヒストリックの時に標準で行われた、ヴィンテージグロスという仕上げというのはですね、これは、新品時の手仕上げの状態というのを再現しております。なので、実際に時間経年変化して塗装が曇ってきたわけではなくって、当時50年代当時の新品の仕上げを再現している、手仕上げの状態を再現しているというのがヴィンテージグロスなので、塗装面はですね、若干くすんでいるというのは VOS に割と近いんですけれども、その目的が違うということと、当時の新品の状態なので基本的に金属パーツはピカピカなんですね。これですね、オーダーでそのパーツを VOS パーツにするとかもあるんでややこしいんですが、通常のヴィンテージグロスというとパーツはピカピカで塗装面は若干くすんでいるっていう感じになっております。これも、トゥルーヒストリックの特徴ですね。そしてこれも非常に大きくて今の製品にも続くポイントなんですけれども、パーツ類ですね、プラスチックパーツだったりとか、ピックアップカバーだったりとかっていうパーツ類、ここら辺もトゥルーヒストリックの時に、大きくブラッシュアップされたポイントでございます。まずこのピックアップカバーですかね、この金属パーツのこのピックアップカバーの部分なんですけれども、これもですね、ブラッシュアップされておりまして、そのメッキだったりとか内側の素材だったりとかっていうのも、ちゃんとですね、作り直してというかオリジナルのパーツをですね、こう最終的にはこう裁断までして、その購入してきてですよ、ヴィンテージパーツを買ってきて裁断して内側まで確認して、形状だったりとか、まあ、外観の形状もそうだし素材もそうだし、細かいところで言うとポールピースの穴を開ける向き、要はなんか内側から抜いてるらしいんですけど、その内側から開けるっていうところまでをですね、再現しているというですね、かなりマニアックな、お話になってまいりますが、そういうところまでやって、そのですね、オリジナルのカバーの形だったりとか素材感を再現しております。カバーはですね、やっぱり非常に重要でして、まあ、シンプルにあるなしでも音は変わってくるし、これですね、セスラバーがですね、昔言っていますけれども、そのボビンの色とかってよく言われるじゃないですか。その例えばゼブラボビンだと音がこうで、ダブルホワイトだと音がこうでみたいなのって言われると思うんですけど、実際はですね、そのボビンの色は全く関係なくって、それよりもピックアップカバーの方が圧倒的に重要だよっていうのを、セスラバー自身が公言していますね。まあ、そういうところからもやっぱりカバーの重要性というのは、伺えるんじゃないかなと思います。そのですね、音にも、しっかり影響があるカバーというのを、当時の形だったりとかっていうのを、成功に再現しているという感じでございます。そしてプラスチックパーツですね、プラスチックパーツって言っても、具体的にはですね、まずこのスイッチリングだったりとか、ピックアップのエスカッション、そして、ピックガード、そしてサイドのジャックプレートでございます。これが、ブラッシュアップされております。あとつまみか。つまみもブラッシュアップされてますね。この辺も新しく作り直されています。ここら辺もかなりこだわりがすごくって、まあ、先ほどのピックアップカバー同様ですね、オリジナルのパーツというのを、買い込んできて、まあ、3D スキャンとか、素材を解析するとかもして、さらに最終的には、半分に切って内側から確認してという風に作り直したものなので、かなりクオリティが高いです。すごい細かい話では、例えばこのスイッチチップですよね、今ちょっと外れちゃってますけど、スイッチチップ、カタリンという素材でできているんですけれども、これ昔使われていたプラスチックみたいな素材らしいんですけれども、ちゃんとですね、その素材を使って作り直していて、まあ、形状ももちろん違ったりとかしますし、さらにですね、このピックガードと、ジャックプレートと、このスイッチリングですね、これですね、同じ素材でできてるそうなんですけれども、これですね、実は多層でラミネートされて、同じ素材ですけどね、同じ素材をラミネートして、作っているんですよ。で、見れば分かるとですね、スイッチチップとピックガードって当然厚みが違うじゃないですか。あとはピックガード、ジャックプレートも、厚みが違うと思うんですけれども、これですね、同じ素材をプライしてるんだけど、そのプライスが違うらしいんですよ。というですね、すごくマニアックな話になってまいりましたけれども、そこまでですね、ちゃんと再現し直して、同じ素材でかつ同じ形状で、厚みまでですね、しっかりそのプライスで、変更して、作っている。そういうところからですね、すごいこう雰囲気が、出てくるんじゃないかなと思っております。大変リアルなですね、パーツ類になってますね。そしてですね、これ木部の話なんですけれども、ボディのネックの、マホガニー部分のマッチングですね。これどういうことかというとですね、これボディとネックの部分の、木目というか、まあ、見た目的な部分もあると思うんですけれども、木肌の色味だったりとか、
木目のパターンっていうのが結構あんまりバラバラになってしまうとネックとボディでちょっとちぐはぐな印象が出てくるということで、一つの個体で使うネックとボディというのを選んで、そこに違和感がないようにですね、まあ、一つその最適な仕上がりになるように材を合わせて選定して組み合わせているということでございます。これもですね、トゥルーシストリックの時ならではの仕様でございまして、今の製品では行われていないポイントでございますね。そしてネックの方なんですけれども、ロールドバインディングという手法が取られています。これ最近の製品でもあるにはあるんですけれども、一番最初出たのは2014年ぐらいの時ですかね。そのですね、ヴィンテージってその引き込まれたことによってだったりとか、そもそもの形状も若干あるんですけれども、結構ですね、そのネックの角が内側に入ってるような印象があったりするんですね。それを、仕上げで再現しているということでございます。なので、まあ個体にも若干個体差あるんですけど、人が手で仕上げてるんで個体差あるんですけど、ちょっとこの角が取れて内側に入ったような印象が、あるように仕上がっております。またそのネックの形状ですね、こちらもですね、最初のボディトップと同じくダブルカーブ、が採用されていて、まあ、オリジナルのネックシェイプを再現するために2段階に分けて削り直しているんですね。これもですね、オリジナルのヴィンテージのレスポールから採寸された形状になっているということでございます。そんな感じでですね、かなり多くのこだわりが伺えるトゥルーヒストリックなんですけれども、まあ、そうですよね、その以前のヒストリックコレクションという名前をですね、変えてまでもうモデルチェンジするぐらいの勢いで名前を変えてですね、来るほどにやっぱりこう別物というかですね、まあ、本当に当時はその上位互換的な感じというか、そのアップグレードしましたよってことでバンと出てきて大変人気になった製品なので、本当にですね、それまでのヒストリックコレクションとは一線を画す内容になっていると思います。そのですね、トゥルーヒストリックなんですけれども、こちらがですね、2016年製の1957レスポールのゴールドトップのトゥルーヒストリックでございます。今申し上げたですね、トゥルーヒストリックの特徴というのを当然ですね、すべて踏襲した、大変ですね、魅力的な仕様になっておりまして、まあ、今のヒストリックコレクションももちろん魅力的なんですが、それとですね、やっぱりちょっと特別な違った評価を経ている製品でございます。2016年製ということでですね、若干使用感が一部あったりとか、ネック周りとかですね、若干ですね、こう使用した形跡っていうのは見られるんですけれども、全くですね、通常お使いいただく分には全く問題ない製品かなと思います。むしろボディの部分は傷が少なくって、ちょっとネックのところがですね、こうなんか指輪つけて引いてたのかなみたいな跡があるような感じなんですが、まあ、全体的にはですね、決して悪いコンディションではないかなというふうに思っております。はい、というわけでですね、連行品とも異なる魅力があるこちらのですね、トゥルーヒストリックなんですけれども、デモ演奏ご用意させていただいております。それでは早速どうぞ。Thank you.
いかがでしたでしょうか。不思議なんですけど、やっぱりですね、生音から、現行品とはちょっと違った、ニュアンスというか、そういうのをですね、感じ取っていただけるんじゃないかなと思います。シンプルに今は生産されていないということもありますし、未だにですね、あえてトゥルーヒストリックを、お探しになっている方が多いっていうのもですね、納得できるやっぱり違いがあるんじゃないかなと思っておりますので、ご興味ある方はですね、ぜひ概要欄のリンクの方から商品チェックしていただければと思います。というわけで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。